プロっぽいものが。いや、分かってないのにやってます。あ、俺肉、肉洗わない。なんか何にもない時から料理するってやっぱ難しい。こんなもんか。ヤングレーサーチャレンジマッチ、よっしゃ、ヤングレーサー。めちゃくちゃよく行きます。はい、登録番号5075、滋賀支部所属、中島修司です。4号艇の中島修司が先頭で最後の直線、内を狙った1号艇本音落ち、この写真わずかに届くか。上位は415か、先頭4番中島優勝コリー。お料理という自信は、まあ自信は全くないですね。はい、料理はされる。あの毎日してる嫁をこう偉そうにこう携帯触りながらまたって言って、ほんで怒られてます。料理はだから自分ではほんまにここ2年半ぐらいはしてないかな。これぞレーサーの源、アスリート飯です。おぉ、ちょっと広すぎませんか。ちょっと広すぎません。僕とか全然そうなのが結構美味しいのは頑張る。結構タンパク質はメインで取っていこうかなっていう考えはありました。実際は歌詞にして空港がいらっしゃる。人によるな。リアル、リアルな。少々負けてしまったレーサーに恥ずかしい罰ゲームが。歌詞に行くか。ヤングレーサーお料理対決アスリート名試験始め。よっしゃ、よっしゃ。まずは何があるかが大事だな。そう、30分という時間やったな。調味料もあるんで、ラー油入れたら大体美味しい。これでいいやん。これやな、これ。でもこういうのちゃんとしたら面白いよね。これ、これ何って、これこんなん。どうですか？よし、やってみよう。とりあえず挑戦やな。いや、全く。でも大学生の時にもうお金がないしっていう時になんか家にある食材を勝手に使って適当にやったのはあります。そうです、なんかやったことがあったなぐらいかな。うわ、なんか少ないなこれ。前は。山椒。なんか何にもない時から料理するってやっぱ難しいな。難しいな。パル、パル、ここ。違うよ。鶏ガラも美味しい。山椒。あ、ごま油も美味しい。1個取れましましょうか。いや、分かってないのにやってます。無事は聞くでしょう。
出るから、油が出るやつからいきましょう。桃が一番うまいんでね。皮目を下にして焼いてみます。アスリート飯って聞いたら、ヌレリスとかそうですか？僕はね、美味しい方がね、うまい、いいと思います。佐藤選手、もなんか2年以上できてるんですか？なんとなくは、なんとなく、なんとなくで行ってます、ずっと。よし、じゃあ、行きます。よし、あ、俺肉、肉洗えへん。肉洗えへん。ミンチの代わりになるやつを探す。ほら、もうこれミンチだ。これミンチだ。ね、あるやつでやったらいいのよ、ご飯なんかは。ね、よし。うちの母ちゃんがよく言ってました。あるもんで作ったらいいって。今から大丈夫です。いや、これ失敗したか。大丈夫かな。いけるかな。お肉、もう牛、豚、鶏、全部使います。全部この肉を焼いたままで油を使います。へぇー、これ失敗したの。生姜をほんと2センチぐらい、砂糖、もうちょっとかな。ここで一旦火を溶いた肉を戻します。ちょっと甘く入れますね。卵がいい。6枚かもしれない。ちょっと卵は柔らかめです。こんなもんか。できた。料理名。はい、みんな大集合丼です。アスリート要素、これはもういろんなお肉を使って卵でとしてタンパク質たっぷりということです。じゃあいただきます。どうぞ。味付けはうまいわ。うん、うんうんうまいわ。これ85点。わかるな。よし、やろう。納豆、卵、キムチ、チキン、普段自分が食べてるものを混ぜてみました。いただきます。うわっ、うまっ。うまい。これ味よ、これ。これほんまに美味しい。これ納豆、納豆はいいやつ。一緒に滑り台滑るときに、まあ子供を楽しませたいからビューンって降りるために、極力お尻の接地面を少なくしたんですよ。でこうやってビューって滑ったら熱ってなって、でまあ子供とそのまま遊んでて、でなんかずっとえみたいな、えここもパカーンって
あの僕パンツ赤なんですけど、ほらこれねもう真っ赤に破けてこうお猿さんみたいになってたよっていう。なるほど。今回の料理対決いかがでしたか。まあそうですね、あの普段やらないことをやらせてもらって、あのすごい楽しかったですね本当に。まああの普段見れない一面が見られたというか楽しかったです。ほんまに。ありがとうございました。ありがとうございました。